何の真似だ。失礼しました、アリーシャ様。バルトロ様の命は同志スレイをお通しせよとのことでした。バルトロ閣下は接客中です。しばし客室でお待ちください。こちらへ。自分から呼び出しておいて。しばらくこの部屋でお待ちを。本がこんなに。しかしさすが王宮だね。貴重な本が揃っている。遺跡や歴史の本も多いな。全部読んでみたいけど。あの本面白そうな題名ですね。狂おしき愛の叫び、詩集かな。ちょっと読んでみるか。おい、本が浮いて見えるって。大丈夫、アリーシャがカバーしてくれてる。まったく、俺が持つから貸して。なるほど、これは苦しいな。愛と苦悩を叫びながら青すぎる情熱がほとばしっていますわ。10年後に読み返した作者が自分のあまりの若さにもだえ回るのが見えるような。そういう意味でも苦しいですわね。そう？いいことを言ってると思うけど。え？スレイ、君ってやつは情熱家なんですね。二人の視線、なんか狂おしい。Thank you.
バルトロ様の準備が整いました。円卓の前どうぞ。姫様はお待ちを。なぜだ。アリーシャ様には別名が下されるとの内示がありました。マーリンドの件か。はい、このままご待機を。わかった。アリーシャ、前からあった仕事の話なんだ。すまないが私は残るよ。こちらへ。円卓の前ご案内します。今の待たせておいてわざとだね。汚れが消えないわけだよ。